寝起き実験。実験はエリート研究員宮川大輔さんにより行われます。まずはこのビリビリ装置を装着して起こしてみる。果たしてどんな反応を示すのだろうか。いきなり、さらにビリビリを強めてみる。これはいかん。かなり酔いが回っているせいか、この程度では目を覚まさないことが判明。なるほど。さらにビリビリ装置の数を増やして反応。マジか。顔、腕、足の3カ所にビリビリ装置を装着し、実験開始。